後輩も面白い。本当？ちょっと反省したんだけど、うちら。ね、負けちゃった。ミヤコだ。ね、思ったマクドのポテト。ミヤコだは違う。あのミヤコ落ちしたのことね。なった。54分。もうあとちょっとしかないけど、ずっとゴールデンベッドタイムやってたよ。15秒でやってみるね、次。55分15秒かな。あ、出た、チキン。これうまいんだよな。このチキンおいしい。かぼちゃ食べた？え、あったっけ、かぼちゃなんて。マモマッチング。かぼちゃ？こんなのあったっけ？エビカツとローストビーフどっち食べようかな。エビカツ食べよう先。美味しそう。あら、いないわ。普通にカプチャの時期だよってこと。カニエバーガー、あ、カニエサンドって書いてある。カニエサンドさん。うまっ。革命するじゃん、この人。まあ返すけど。今日かぼちゃの日なんだ。ねえ、知らなかった。チキンもさぶりついてるね、痩せた。
やばい、やったわ、立たせちゃった。うん、おいしい。59分30秒マッチングにしますね。次ゴールデンベッドライム最後、30秒。お腹すいたな。このハピネスだ、嬉しい。おいしい。うん、軟骨大好き。前軟骨で歯かけたことあるんだよね。笑えん。うん、今マヒコを体勢にしてるって言ってるね。してますね。えぐいことしてすいません。綺麗に食べた。手羽先みたい。で、ローストビーフ。美味しそう。うん。美味しい。ローストビーフなんでこんな美味しいの？うん、おいしい。次は3分30。そしたら今晩ご飯。そうだよ、今晩ご飯だよ。うん、デザートまでついてるんです。これ最高じゃない？マンゴー。
美味しかった。うん。私も今晩ご飯遅めだね。こんなもんか。うん、うまっ、おいしい。革命されちゃったよ。おいしい。一応視力が低くてもマキコ一応死にしたい役に立つ。立つよ。まあ、役に立つとかってよりも嬉しい。普通に嬉しい。分かった。今から帰る。優しい。何それ、そんな人がいるの。そうそう、遭遇できた時にねプラスになるからね。もう革命がいいし、マジか。都落ちしそう。お腹空いたな。負けそう。絶対。どういうこと？優しい世界なの、もしかして。5日連続で配信してるらしい。毎日アイドルやん。納豆とお豆腐のやつ食べようかな。よし。次は45秒にするね。45秒マッチング。
ここで一気に変えてきたって嬉しすぎ。一押しカードを私にしてくれるさ、他のメンバーのファンの皆さんとかも優しすぎでしょ。優しい。あ、マキコのときめきだけど私一押しじゃないのね。たまたまかな、当たったの。ときめきってことは1回当たった。きらめきが1回。ときめきは1回か。あ、じゃあ1回だった。こんばんは。きらめきが3回。なるほど、詳しいねみんな。うわ、革命してきた。DMM で見てたアイドルとのギャップいつも思う。別にあんな感じでしょ、私ステージの上でも。結構違うかな。結構髪とか取っちゃったからまた違うのかな。都落ちした。次は45秒と見た。21分45秒。猫かぶってるとかじゃなくて、なんだろう、アイドルとしての表現者としてのか、あ、オンオフみたいな。もうやるときやるから。やば、モチマッチングだ。なんかカップ始まってるよね。なんちゃらカップ、ライフ号カップみたいな。確かに衣装とか着てたりするとやっぱなんかそんな感じすんのかな。中ちゃんのハピネス、ラブリンの奇跡、ミクルンの10、ミクルン推し10条みたいな。残念。あ、もうさっきも当たってる、この中ちゃんのハピネスの人絶対合わせてるな。合わせてるけど一押し変えてくれない。悲しい。あ、十欠って言うんだ。へえ、そうなんだ。初めて知った。今日もさ、なんかファンの人を公園でなんか漢字一文字のうちわ持ってる人がいて、なんでかはちょっと分かんないんだけど、そういう方がいらっしゃって、何なんだろうなって思ってたんだけど、なんか狼みたいな、狼って文字かなと思って、お、狼かって言ったら隣でまやちゃんにタヌキですって言われて、あれそうなのってなりました。似てるよね。お、似てる似てる。
ね、似てるよね。そう、合わせてる。じゃあ一押し私にしてくれないの。すごい、どうやって合わせてるって言ってくれるけど。ねえ、何のスタンプなんだろう。ちょっと似てるよね。やばい、目バグってきた。ね、どういう意味なんだろうね。意味は分かんなかった。誰かがさぬきキャラなのかもしれない。まあ今日にとってはすだちゃん。いや、もう聞いたことないけど。もう終わったよ。次はね、45。次も45秒。合わせてくれる人は私を一押しカードにしてください。なんかゲームの CM みたい。私を押してください。いいそう。マモマッチング。もちろん今コメントしてくれてる人も大富豪をプレイしながらのコメントですよね。ねね、してなくて配信だけ見てる人なんてまさかまさかいないよね。うわ、マキ君奇跡。まさかな。そんな人なんているわけない。いや、いるわけない、ね、いるわけないじゃんね。ない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 、そんな人がいるわけない。逆に視聴者減っちゃうかも。よし、大富豪だ。バーン、それだ。疲れたな。いい公演だったね。いい生誕祭だった。生誕祭だって。コーヒー飲もうかな。なんかご飯食べるのも作るのめんどくさいしな。コーヒー飲もうかな。
次は15秒、19分15秒にしますね。今ね、C、大富豪グランプリ C です。みんなは？あれ？間違えたかな、私時間。ってぐらい。みーちゃんパラダイス、今日ももたんが公園見に来ててさ、ちょうど私が大富豪してる時にももたんパラダイスの人と会って、ももたんパラダイスの人と一緒にやってるって言ったら、ももたんパラダイスたくさんいますよって言ったら、そうなんだ、でも私も大富豪してるとまいこさんのファンの方とよく会います、めっちゃスタレンしてきますってごめんごめんねって言ってももたんとやったことある人いますか？これだけある。結構当たるんだ。負けそう。須田さんしか勝たんとかいう謎のスタンプを押された。もう終わったかな。45秒からいきます。次は22分45秒抜けない。45秒、長すぎ。45秒は長すぎ。眩しすぎる。45秒。こんばんは。あ、マキコの奇跡だ。45秒は熱々すぎでは確かに。45秒は目合わせられるのやばない。いいの。こんなにらん気がしないだろうけど、懐かしい。やったな、エコパで。
まるで記憶の宝石、眩しすぎる45秒君を受け止めるだけさのステップが超好きで家でおもろ君なんだっけ、ベルまるで記憶の宝石とか、君を受け、いや難しかったあれね、自分ができたとかも忘れちゃう、目開けちゃう、開けちゃう、大富豪になったよ、富豪にね、マキコの奇跡さんがいたからね、絶対助けてくれた。なんかまた唇の色がない。あとコーヒー飲もうとしたんだ。コーヒー飲むから別に唇の色つかなくて。ね、見て、今日須田ちゃんのさ、生誕祭で、ノベルティみたいなファンの人からギフティングがあるんだけど、今回見て、アクセサリーケース、こんな立派な。ピアスとか、こうやって、ここ指輪、ここネックレスで、なんか旅先とかね、連泊の時とかに手に入れて持ってけるって、すごい。ギターいただきました。生誕実行委員の皆さんありがとうございます。記念品、ノベルティーとかしいか、記念品。あとあれもあった、ピック、ギターのピックで、どこ行ったっけな、わ、え、手紙書いてくれてんの、やば、斉藤真彦ちゃんへ、いつも明るく支えてくれてありがとう。コロナ禍でチームに全員でステージに立てる機会が少なくなったけど、チームのみんながいてくれることは明るいの心の支えになっていると思います。これからも明るいのことをよろしくお願いします。生誕祭の記念品です、受け取ってください。今年はジュエリーケースです、よければ使ってください。リチギにすまんね。あとこれかわいい、ピック、ごめんなさい、終わってたわ。15秒でいきます。次27分15秒、推し点分かんないけど強そう、なんかまるで記憶の宝石。マイコさん一押しでずっと対戦してる人、え、絶対好きじゃん、好きに決まってるじゃんね。もう12秒より45秒のがしっくり、マジ？そんなことある？
眩しすぎる45秒。難しいふわりが。唇に触れたの、ね、このさ、なんか魚持ってるさアイコン何6位の方のやつかな、新しいアイコン誰何が魚持ってるの、静岡限定とかそういう感じ謎。今のキャンペーン期間中とかのやつかな、何のテイストなの、どういうモチーフなんだろう。こんばんは、次も45秒マッチングでいきますね。このあと23、30分45秒サンマか、なるほどね。うわ、なんかグランプリが邪魔して、うわー B になったんだけど、ごめん45秒できなかった、ごめん45秒できなかったよ。このあと15秒でいっていい、15秒でもう一回やるね。できる人は来てください。そうなんだ、サンマだったんだね、ミキのアバターなんだ。生かした富豪、大体こういうのさ、生かした富豪とかそういう称号にしてたりとかさ、メンバーのアイコンみたいなやつがさ、イラストとかだったらさ、ボットっていうの、なんて言ったらいいのかちょっと分かんないけど、パソコン、コンピューター、説あるよね。それ言ったら昨日の夜中とか朝方はマジでそればっかだったの。スタンプをしても返して来ないからさ、ああやっぱそういうことなんだって。今日はなかなか舞妓さんをしてもらったら、なんでだろうね、いないのかな今日はいないのかな。私もなかなか当たんない、忙しいよね、年末だし。普通にまでマキコちゃんを対戦して、あ、本当、今日の振りに合わせに時間かけたのって美しいか、違います、やば、負けるじゃん。これそれって言うとコンピューターさんだと思ってたのに違ったみたい。
目が閉じちゃった。閉じちゃった。明日の朝ごはんに何食べるかを考えよう。さっきからコーヒー飲みたいって言ったのに全然立ち上がんない私。今大富豪、大富豪だよ。だからって都落ちしないで。だからって都落ちしないでね。まひこは今都落ちしちゃったんだけど、全然前詰ましちゃうので大丈夫です。30秒。まだピックアップが違うか。30秒マッチングにしますね。はい、さあ来るんだ。全然来ない。全然来ないね。来ないね。会えないね。大富豪で、次大富豪で勝てたらコーヒー飲む。自分にも試練与えるタイプ。とはいえマジで冬の色なしこちゃんだな。みんな斉藤さんと行く隙、マジそっちに行っちゃったか。入れてよん、入れてよん、この奇跡ちょうだいよん。誰かサンスペ出してないんかい。都落ちだ。またコーヒー飲めないや。あ、持ってたんだサンスペ。目つぶらせてほしい。眠すぎる。次は55秒からにしよう。あ、意外と終わんないパターン。コーヒーどういうタイプが好み。55秒いけるか。15秒マッチングにしますね。
あ、ダメだ、ごめん、5秒にして、5秒、5秒にします。あの、あれがある、あのランクの表示があるからね。コーヒーどういうタイプの味か。カフェラテ普通のこと言う。あれ全然マッチングされんな。重ねずに今もう30秒迎えようとしている。になるまでちょっとコーヒー飲めないんで、早く大富豪になりたいと思います。苦いとか苦くない、いや苦くないのがいいよそりゃ、うん、甘いっていうよりかは苦くないのがいい。だからって甘いのも好きじゃん誰本当にわがまま。寒い、直撃させたくないけど、うわっ、ブラックコーヒー飲める人って飲もうと思えば飲めるよ全然、けど別に好まないかな。なんかめちゃくちゃ甘いなんかものとかとだったらブラックコーヒーとかにしちゃうかも。なんだろうね、ブラックコーヒーしかなかったらブラックコーヒー飲むって感じでも選べるならカフェラテとか、最近はあのネスカフェのバリスタみたいなやつでチョコチーノっていうのが事務所にあって、それにハマってる乾燥しそう。よし、大富豪になったよ。コーヒー入れてくるわ。お弁当も片付けちゃう。あー、お湯沸かしてる。30秒マッチングにしよう。お湯沸くのに時間かかると思うから。マムマッチング。何？コーヒーも女の子も甘い方が好きやね。やかましいわ。やかましいな。お、あ、キコパラダイスとマキコのときめきもいる。やったー。
ったーやったーやったーマン。もう少しない。やばい。何の自慢でもないけど、ジョーカーがない。コーヒー毎日飲む。なんだかんだ飲むね。一杯までかな。なあ、多くても2杯。でも飲みたいって、負けた。負けたけど、これ頑張るから一旦。なね、コーヒーは逃げない。大富豪は逃げちゃう。コーヒーは逃げない。あ、応援してくれてる、中ちゃんパラダイスの人が。やさぴー、これは優しい世界だ。もう優しい世界だ。てか、中ちゃんパラダイスしかパスしてくんないじゃないか。どういう事態。みんな戦うとこまで戦ってって感じの。なんか言ったっけ、名言忘れちゃった。なんて言ったっけ。何が名言とかさしたんだろう。なんだっけ。マジでやばい。疲れと、お疲れ様ですって言われた。やっぱ疲れてんのかな。上がるの？もしかして。どういうこと？出すよ。どういうことなんだろうか。キャプテンマーベラスって何？マーベルじゃなくて？なんだっけ？マーベル？うわ、めっちゃ応援してくれてんじゃん、中ちゃんパラダイス。嬉しい、本当に。いい子だね。中ちゃんもいい子だし、そりゃファンもいい子だ。ちょっと入れてきます。大富豪になったから、大富豪になったから、じゃらーん。ただいま。めっちゃ昔にファンの人からもらったスタバのマグ、ちょうどいいサイズでね、めっちゃ使ってる。あー、うまっ。はい、次40、じゃあ55秒、55秒マッチングにします。みんな一緒にやろうね。カラハのマグカップかわいい。かわいいの？これ当たんないじゃん。あれ、みんなどこ行ったの？配信始まると当たらない。配信始まる前は当たってた？マジ？
くん。団長、団長って言われた。何団長？大富豪するよりマイコちゃんの顔見てお話してください。大富豪してください。もしカードをマイコにした途端遭遇しなくなった。するよ、絶対する。次でするよ。梅昆布茶いいね。マイクも大好きだった。梅昆布茶久しぶりに買うか。なんかコーヒーとかよりカロリー低そう。梅昆布茶大好きだ。なんかホテルとかさ、よく梅昆布茶ない？緑茶とかそ の、あのあれと一緒に梅昆布茶のさ、粉とか置いてるよね。あー、うまっ。東横インで絶対、あ、そうなんだ。梅昆布茶うまいよね。ハマってた私も。行きつけの美容院出してくる。あ、そうなんだ。いいよね、この時期いいよね。コーヒーとお茶と梅昆布茶とか置いてあるよね。最近冬なのに夏よりすげを聞いてしまいます。いいんだよ、冬に聞くのもいいと思う。夏急いでほしい、だから早く来てほしいっていう歌だから。てか撮ったのも冬だった気がする。冬ではないか。次55秒からやりますね。55秒マッチング。夏を急ぎは梅雨の音だよ。傘持ってる。いや、そういう意味じゃないんだよね。傘持ってたけど、なんかたまたま傘が小道具であったんだけど、梅雨の歌？本当に？波が静かに次の季節を待つように、君との記憶まさらなまま、新しい世界へ、新世界描こうとしてる骨組みのできた目の家。まあでも梅雨って、そっか、次が夏だからよね。まあでもあながち梅雨も間違ってないのか。骨組みのできた海の家。でもなんか別に文句言うわけじゃないけど、梅雨をイメージして傘持ってるわけではないと思う。なんか傘持たされたもん。なんで傘持たされたかは全然梅雨っていう説明はなかったよ。プロデューサー監督だったもしかして。完成する頃好きだと言えるかな。夏よ、僕のため急いでくれ。青い海が待ちきれない。太陽はそこまで盛り上がろうとや。まあでもほんと夏間近の歌なんだよね。君のことの気持ち。だから海の家完成する頃に好きって言えるのって正味あれじゃない？なんていうの？すぐじゃない気がするんだよ。骨組みのできた海の家。でも骨組みっていつ頃できるんだろうね。やば、上がられるとこだったわ。危ねえ。
だから解釈によるね、春から作られてる海の家なのか、なんか準備期間がいつかにもよるじゃん。秒で関係性詰める人なのかと思ったおもろそれ私やん。あれ上がられたんだけど、夏休みの話してたらちょっと大秘密になっちゃったよ。おい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 、どうにかしてくれ。まあでも夏に歌ってもまあいいだろうし、冬に歌ったって夏早く来てほしいねって歌っていいし、秋に歌ってもあ夏まだかなって、春に歌っても夏もうすぐだねでいいと思うし、いい、いつ歌ってもいいよ、いつの歌でもある。空を見上げれば、次30秒。うん、メイキングは冬だったからなんか寒いイメージある、メイキングってその MV は。空を見上げれば目を閉じるマッチング、雲の切れ間が眩しくて、夏よ夢よりも急いでくれ、夏よ夢よりも急いでくれ、風の向きが変わってきた情熱、風の向きが変わってきた、何の予感、情熱の、風の向きが変わってきた情熱、情熱だっけ、夏よ夢よりも急いでくれ、風の向きが変わってきた、夏の予感に、なんだ何の予感、情熱の予感、やっぱり合ってんのか、情熱の予感に僕の心震えてる、日焼けより後に残る思い出を作りたいよ、情熱で合ってるか、よかった、よかったです。雪より後に残る思い出を作りたいよ、もっと熱くなって君を迎えに行く様、新サビの波乗り、あ風の向きだよ、波乗りは風、風風なんですよ、なんだっけな、夏よ夢よりも急いでくれ、風の向きは変わってきた、情熱の予感に僕の心は震えてる、やばい、日焼けより後に残る、日焼けは日焼けより後に残る、なんだっけこれ忘れちゃった、日焼けより後に、難しい、忘れちゃった、もっと熱くなってかわいい、もっと熱くなって君を迎えに行く様、かわいいよね、すげえな、みんな容赦な、忙しいとこ振る話してくれそれな、忙しいから私今この振りだけ思い出せない、日焼けより後に残る、残る、なんだろう、日焼けより後にの、間違え、忘れない、わかんないな、無事大富豪で上がりました、夏の歌でまひこちゃんの水、変態やん、変態なんよ、これ何なんだろう、こう思い出を作りたいよ、何なんだろう、これ何なんだろうな、分かんないや、でも同じことやってんだよな、まあいいか、いつか思い出せ、まゆこちゃんのファンになった頃はその頃、あ本当、アルバムの時、確かに2番は AKB 賞とか
こでやったっけ。公園とかやってたよ。水平なんか波ある。水平いややったことないんだけどね。いや後ろあこれだ。水平線ははるかか、あそこいいよね。2番の頭ってなんかどの振りどの曲もいい気がするんだけど、なんだろう。次55秒からやります。59分55秒から。あ、もう1時間だった。早っ。え？え？ 1 時間だったもん。で、最後に夏を急げ。何？なんて読むの？マッチング。赤坂ブレイズの前のライブ。何それ。ごめんなさい、全然。革命の子の発売日2月22日だよ。覚えてる。2番の歌詞はフラグ回収多いから。そうだよ、だから1番しかやんないとマジで何のどうなったの結末っていう歌が多いです。それはもう制服を着た名探偵と、あとは花の香りのシンフォニーもそう。え、どうなったのってちょっと終わっちゃうんでね。ここはちょっと悲しいですけど、話しかないか別に。君を熱くなれ、もっと熱くなれ、君を迎えに行く様。でも告白する気はめっちゃある。だから告白しようって気持ちめっちゃある。だから夏に向けて頑張ってるんだよね。発売時期に合わせて衣装を作るので寒い時期の撮影は大変ですね。まあそうだね。でも真冬に水着とか着させられることは多分ないとは思うんだけど。でも夏を急げとかはまずもう寒い発売だから、そもそもが全然不自然でもないかも。アルバム出た時初めて外資行った。あ、本当本当本当とか言って、かっこいい。赤坂ブリッツの前の広場。あー、夏よ、そこやったっけ。あ、やってそう。あの時じゃない、夏んでしょ、どうせゼロポジのやつ。いや楽しかったな。あのあれやったやつね、湘南の風とかやったやつね。てかあのライブマジ何だったのってぐらい面白かったんだけど。何、私のスマップの曲やったやつでしょ。あれ何だったの、マジ面白かったな、あのライブ。よく見返すんだけど、バンバンバカンスとか。もう映像を持ってて、なんかカラオケとか行ったし、めっちゃ練習しに。あれ何だったんだろう。何だったんだろうっていうか、何あれ。おもろかったな、あのステージ。え、キー難しかった、男性ボーカルだったから。カラオケに練習しに行ったもん。ライフゴー、まあ顔タン関係ってわけじゃない、夏曲をやろうっていう他のアーティストさんので、バンバンバカンスがやるから顔タンやるみたいな。それはこちらが知りたい。楽しかったじゃん、あのライブ。どう、楽しくなかった？みんな楽しかったんだけど。ラムネとかやったよね、ラムネ飲み方とか。もエモエモニコッティがおもそれな。ニコッティおもろかった。ちょっとバンバンバカンス見返したい。ゼロポジ断るごとになんか DVD にしてくれたりするんだけど、なんかないかな。意外にマンゴー公園とかも DVD にしてくれたんだよね。ない、あれのやつはないかも。次は30秒マッチング最高だった。楽しかったよね。みんな来た、みんな見てた。
あんなさテレビ局の前でさライブとかできるもんなの普通にどうなのあれあ、だからうちらで言うの佐々島の中京テレビの前とかでライブするみたいなあ、現地行ったよ、マモマッチング、東京の方はあれでしょ、意外にマンゴーの方だよね、違う、サカスライブみたいな、あーテイラーさんさんも、あ結構やるもんか、そっか、テレビ局の前でライブって結構やるもん、中でやりたいんですけどテレビ局の中でやりたいわ、あーいないっぽい、マッチングできてない、マッチングできておらず、夏よ夢よりも急いでくれ、風の向きはマンゴーも、あー東京の方のゼップは今年閉まっちゃう、そうどっちだか、東京ゼップ東京、私ゼップ東京って行ったことあんのかね、ダイバーシティとかは覚えてるけど、ゼップダイバーシティとかはゼップ東京あんのかな、なんかでも昔とかに行ってそう、全然なんかイメージないの、ありそうだよね、でも分かんない、ダイバーシティは覚えてんのよ、うん、あるのかな、ありそう、あ気づいたらコーヒー飲んでた、あダイバーシティが閉まんの、あそうなんだ、悲しいね急に悲しがる人ダイバーシティが閉まるんだ、えダイバーシティだと思う、 S の未来とはでしょ、未来とはもうダイバーシティだ、多分ダイバーシティだった気がする、いや大丈夫かなこれ、勝てるかな未来とは特典みたいなやつだよね、楽しかったなあれも、あ違うのはゼップ東京だ、あそうなの、あれまあどっちでもいいけど行ったことあんのかなゼップ東京それは気になる、行ったことあんのかな、ライカのライブとか見に行ってるったりとかしたら覚えてるだろうけど行ったことないもん多分、じゃあじゃあえもうすぐじゃん、えそれもうじゃん、もう中学生みたいに、もう中じゃんみたいに言うけど、ダイバーシティは新しいの、あそうなんだ、多分ダイバーシティしか行ったことない気がするけど、まあ分かんないよね、私も分かんないからみんなも分かんないと思う、なんで分からんねん、でもそれで言うとさアリーナとかはさ、なんていうの、うちらはさ現地までとかってさ、まあ、ありがたいことにさ車移動とか、まあ、名古屋から来てそうやったり現地までさ、まあ、あんま徒歩で行くことってないの、だからなんか会場入っちゃえばさもう分かんないじゃん、この会場はこの景色だなみたいなんて、まあ正直もうお客さん入ってあの景色がなんていうの、であの景色で、あこの景色東京だなとかこの景色名古屋だなっていうのは分かんないわけ、ぶっちゃけほんときどきのことは覚えてんだけど、それで言ったらゼップ札幌をじゃあこの客席の景色で見分けなさいとか言っても無理なわけよ、あなんかちょっとこっちに座席あんなとかっていうのも、まあ、そのライブハウスによってはあるんだろうけど、それ外資とかもそうだし SSA とかもでそれ幕張か横浜とかじゃなくてなんていうの、えこの景色的にはわからないよね、 そうだよね、なんか立ったことないないよねそうだよね、みんなにその同意求めても意味ないのよ、次55秒からやりますね、うん、だからなんかもう会場来ちゃえばなんかもう楽屋とかで覚える、楽屋のこの感じ、楽屋が何個に分かれててとか、なんか楽屋に畳があるとか、そういう特徴的ななんかそういうのだよねむずめっちゃむずい楽屋がなんかソファーがこんなんでみたいなとか、そういう特徴的なのがないとステージ立った分にはマジで、しかもリハとかしてると、まあ、客席とかにさ人がいないわけじゃん、わかんない、もう一緒一緒
でもそこに人の顔がこう来てくれて、この方々の顔があったりとかしてっていうのはあるかな。あ、マキコ推し神だ、ありがとうございます。お宅は入場時の通路で呼ばれる。そうなんだ。それで言うとさ、みんなはさ、みんなってさ、ファンの人見てる人とかはさ、セットがこのライブの時はこんだったからとかね、なんかとかでは思うんだろうけど、難しいね。昔コンサートバイトやってた時はご飯食べる場所とかで覚えてた。あーでもわかるよ、だからそのケータリングの場所とかね、確かにあると思う。ゼップ名古屋一番後ろの席、1階ですか2階。てか待って、何の話、大感謝祭の話だよね。1階の一番後ろからは見たことないな、私も。けどゼップってマジどこでも見えない。なんかまあなんとは言わないですけど、最近行ったんですよゼップに。ゼップ名古屋ね、行って2階だったんだけど、2階の後ろから2列目とかだけど、めっちゃ見えるよね。何あれ、感動したわ。だし、あの立ってても、立ってもというか立つ側ね、自分が立っててもマジゼップって見えんだよね。でもさ、見えてんのかなっていうのは思ってた。こっちは見えてるけど、見えてんのかなって思ったけど、見えるね。確かに2階はこうなってる。確かに椅子痛かった。うん、お尻痛かった。ちょっと痛いなってなった。次55秒からやります。お尻痛いなってなりましたね。でまあしょうがないよね。それ劇場はいいの、お尻の感じ。スタンディングだと1階のお尻は全然見えない。嘘でしょ、マジ？そうなの？でも椅子あると思うよ。どう？まあどうなん？いやわかんないけど。あ、キコパラダイス。座布団持ってた方がいい。え、そんな人いるの？やっぱ、まあ、座布団持ってくの。あ、ゼップで2階だってなったら、え、座布団持ってったりするの？ああ、それこそ立ち見じゃなくなって見えるようになったってことね。なるほど。座布団の持ち込みはまあご自由にしていただいて大丈夫なんじゃないですか。そうね、ライブハウスってまあスタンディングってイメージはすごいありますけど、多分座席あるんじゃないですかね。ああ、私の番だった。
だし、私が見たライブも座席でした。座席してありましたよ。スキー劇場の椅子はいいと思う。あ、そうなんだ。あざっす。硬いよね、オゼップさんの。オゼップ名古屋さん硬かった、お尻痛かった。でもそんな長く座ってなかったんで、1時間半ぐらいしか座ってなかったんだけど、ちょっと、あ、お尻痛いなってなった。2階の方がいいの、みんな。じゃあ1階で座りたいってこと？大富豪になったよ。2階の一番前、確かに2階の一番前はよく、それこそライブ見に行くとき、ゼロポジ、センターゼロポジとかも審査員で行ったときとかは2階の上から見たりとかで、見える、よく見える。なんだっけ、何のライブ見たっけ、あと。まあ、よく関係者さんが座る席じゃない、あそこって。横もあるけど、2階の前とか一番前とかってよくね、な、何の関係って感じだけど、なんか関係者さんとかよくいらっしゃる席じゃない。ご家族とかもそうなのかな、招待とか分かんないけど。なるかティンパラダイス、ありがとうございます。次45秒でいきますね。お、A ランクになったよ。クラス、現在のクラスは A です。ありがとうございます。ゼップの2階の一番前は女性枠。あ、そうなんだ。メンバーそうだよね、その辺。あとはまあ、サイドとかも多かったりするんだけど、まあ、なんか分かんないけど、関係者と呼ばれる人は座りがちだよね、2階の一番前、ゼップマヒコのときめき、マヒコのきらめき、ありがとうございます。レス狙いとかじゃなく全体を見るには2階だね。わかる。まあでも私はさ、それこそメンバーのライブとか見るのって別にレス欲しいわけじゃないじゃん。だからちゃんと見れるのはやっぱ2階最善かなとか思うけど、どうなんだろう。でも2階最善の真ん中の方ってやっぱ基本関係者よね、親御さんとか。企業さんとかなんのか分からんけど、そうなんじゃないかね。だから関係者なのかなって
よく見たら、あ、関係者っぽい。関係者って何？関係者って何？何関係やねん。次は15秒とか、まだ無理そう。あ、いけそう。次は30秒にしますね。30秒、今終わったから30秒にします。だからみんな2階に指さすね。2階の人も見えてるよっていう。そうじゃないの、スポンサーさんや企業さんにあんまちょっとなんか恥ずかしすぎるわ。あ、マヒコのときめき、マヒコパラダイス踊ってんじゃん。指差ししとくわ。対戦ありがとう。こちらこそありがとうございます。革命、マジかよ。革命返せないよ、私は。だってジョーカーないんだ。ない、もう地道に頑張るしかないな、これは。オッケー、あざす。ちきった。やばそう。うん、いけるわ。みんな頑張って勝ってください。1枚出さなきゃ勝てそうだけど、2枚組とか。でも1枚は絶対あるよね。もうあと30分なんだけど、早いね今日。めっちゃ喋ってるからかな。頑張れ頑張れ。次は30秒とかにできる？うわ、いいんじゃない？
30秒無理だわ。55な気がする。うい。イエイ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 。拍手。まひこちゃんがこの季節で SKE の、次55秒ね。この季節で SKE の一番好きな曲、冬？冬？え、なんだろう。冬の歌？対戦ありがとう、ルカティンプラダです。すみません、ちょっと圧が強かったかも。すみませんね。え、狙ってあれしてくれたのかな？分数合わせてくれたんですか？私と。革命会社ありがとうございました。いないな。いねえ。ちょっとこれ終わったら次の30分の集中を入れるんで、ちょっと待ってくださいね。ドーピング入れるわ。みんなと会って勝たせてもらった方がいいから、一回使おう。夜中はコンピューターにもなるけど、コンピューターも普通に強い手札だったら終わりなんだよね。全然あったもん。メンバーはハート無限、ほんまですよ。無限っていうか、どん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 追加されて。危ない、革命して3出すとこだったわ。2枚ずつ貼らなきゃ。よし、大富豪。この時間なら、あ、そう？やっぱ使った方が良かったわね。大富豪グランプリ1位がイズコ、3位がミヨマル、5位がマヒコで、へえ、5位マヒコ、やったー。5位ってことはもうさ、実質3位なんじゃね。頑張ろ、頑張る頑張る。今日もさ、須田ちゃんとさ話しててさ、今イベントやってんのって言うから、ああそう、ランウェイのイベントやってんだよねって。で、須田ちゃんのファンの人とかもなんか一緒にやってくれてる人いるよって、配信しながらやってるんだって言ったら、配信しながらやってるの大変ってスタちゃんが激動くれました。激動っていうのはああいうの。よし、ちょっとショップ行って30分間お買い求めいたしやす。
顔認証されなかったんだけど、誰のスマホこれは。激励激動じゃない、激励か。よし、さあ30分いきます。よし、ごめん、すぐすぎるけど45秒からやります。激動はやばい。どう、マヒコのロマンスいた、ありがたい。マヒコさんたまにツッコミで、今日ボケてるつもりはないんですよ。ボケてるつもりはないの。11ベットしちゃった。よろすだちゃんからの激動激励ですね、激励をいただきました。そんな言葉の言い間違いぐらいでやーやー言わないよみんなね。あ、この子は激励って言いたかったんだなっていいじゃん。もうみんなはさ、そうやってすぐにさ、やー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 いいよって私がボケてるのが悪いんだけどね。今朝夢でも大富豪してた。ある、私もやってる。もう起きても起きてもまたそのなんかね、大富豪になったよ。はい、上がってみんな。めっちゃ嫌な人。はい、上がって。言ってあげないと大人の前で恥ずかしい思いしちゃうじゃん。いや、ここで恥ずかしい思いしてんのよ。それはそれで。お風呂にも、お風呂持ち込んだらスマホ落とした。え、大丈夫ですか？漢字間違えるところ大好き。ありがとうございます。大人の前では間違えないよ。オタクの前では間違える。うまくできてんのよ。わざと間違えてる。わざと間違えてる。そういうこと。だから。わざと間違えてる。そこにしといても。わざと間違えてる。次55秒。55秒マッチングでいくで。集中の30分なんで。本当だ、5位って書いてあるわ。みんなおいで。どう？マヒコの奇跡。ヌカティンパラダイスでした。どうも。どれあげようかな、大貧民さんに。難しい。はあ、頑張る。どうした？どうした？何があったんや。最近スニーカー買ってない。あ、でも2ヶ月前に最後に買ったかな。ランスターモーションっていうのを買いました。埼玉で履いてたかな。
ない。ねえ、だから本当はメゾンキツネとプーマのコラボが欲しかったんだけど、もうサイズがなかった。え、ちょっと確認されたんですが。返せないんだけど、ねえ、奇跡さん、どうにかならない？ちょっと一旦パスしよう。ありがとうございます。配信してるっていいね。なんかお願い事伝えられる。ライフグランプリは舞妓さん推したくさん上位に。本当？え、じゃあ1位じゃない？実質みんながだって上位にいるんでしょ。実質1位じゃない？どう？違うね。そういや遠くから足元だけ見える。あー、見たんかな。見た？埼玉スーパーアリーナのコミュニティアリーナの時に入ったかも。うん、2日目かな。うわ、やば、勝たせるもんか。今日劇場入りました。ありがとうございました。楽しかったかな。嬉しい大富豪です。ほんと奇跡さんありがとうございます。え、もしかしてさ、いつもいる人？あの配信に。え、今日いないかな。あれ、いる？上位ない？あれ、いつも上位の方にいるんだけど。いつも上位にいるっていうのはなんかちょっと語弊があるんだけど。あ、いた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 、合ってる？大富豪もしてくれてんだ。次は30秒マッチングでいきます。30秒おマッチングです。もうすぐだと思うんだけど。11ベット、いけ。こな、来た、どう？マキコのハッピーです。ありがとうございます。あ、ミナルンの神推し店。わ、優しい、マイコのカードにしてくれてる。みなるん、ありがとう。今日の手紙よかったよ。めっちゃ揃ってんじゃん。どうしよう。でも大富豪だからいっか、あげよう。うわ、やば、独り言です。これはジョーカーがありません。あ、めちゃくちゃありがとうございます。サイリウムめっちゃ振ってくれてる。ありがとうございます。私でプレイしてくれてなんて思わなかった。嬉しい。独り言です。聞いてください。超過がありません。にも1枚しかありません。でも優しい世界であるといいな。ない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 から、ないから。みんなが頑張って1枚とか2枚とか出すな。待ってくれ。あ、近く2枚とかもないの。ない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 。1枚。1枚。
固まってんのかな、私画面考えてんのかな。1枚最高、ありがとうございますいいな、15分のラグがあるけど最高だな。やば、出すか。みんなを信じて。切られた、危ない危ない危ない、大丈夫大丈夫ね、大丈夫です、大丈夫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 な気がする。おう、ちゃうことない？もう、もうそこ負けしてくれた、優しすぎ泣いちゃうよ、もう優しすぎて。ジョーカーだったんだろう。どう？パス、お願い、おし、分かった。ありがとう、みんなのおかげで勝てました。最弱、最弱大富豪だったけど勝てました。ありがとうございます。優しい世界。次は急ぐよ、急ぐよ。30秒、30秒マッチングでいきます。今終わった人も参加できるからね、ってなったらまた会えるからね。30秒マッチングでいきます。切羽詰まってんすよ。はい、みんなもう本当にありがとうございました。全部大富豪で終えたいね、私のこのドーピング。誰もいないわ、勝てるかな、誰もいないんですけど、いるかな。もう手札がいいの来るしか。お願いしますよ。勝てる勝てる勝てる。勝てると信じたい。勝てる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 。うわ、でもちょっと危ういな。されたらちょっと終わんのよマジ。いけ、勝負に出ちゃいました。
てるのでやろうか。なおちゃんのライブ、あ、今日なおちゃんのライブ楽しかった、よかった。勝ち、よし、大変、ありがとうございます。勝てました。なおちゃんのライブすごかった。本当、今終わったの？あ、違う、今じゃないか。なわけないよね。愛子さんは死に囲まれた F5 キープ。あ、そっちに皆さん行っちゃったの。こっちに全然いなかったけど。次は55秒からできればいいな、この感じを見ると。8時20分ぐらいに、うちと同じぐらいか。いや、うちの方がもっと後か。桑原先生と岩崎先生は、マジ？あやちゃんのまゆちゃん？マジ？いいな、見たかった。それは12連勝中です。次55秒マッチングなんで。マジかっこいいじゃん、そんなん絶対見た、見たすぎ。最高な組み合わせやな。のルーちゃんの DIJ みたいな感じってことでしょ。めっちゃええやん。マキコパラダイス、あや先生のツイッターに画像上がったけど見てないよ。ずっとこれしてんのよ。ツイッターなんて開いてもないよ。マイクも勝てるかな。まあでもパラダイスがいるからね。すごいだろうな。のーちゃんの歌もまた聴きたいわ。歌唱力またあるよね。やばこれ。5678910。えぐいことしちゃって、もう本当にこれ自分がさやられた側だったらマジ切れそうな革命とかしちゃう。最悪、最悪のやつ。まあ今日ちょっとあっという間すぎるわ。3回ぐらいできればいいけど、できるかな3回も。にもあと1週間、10日は切ったか、ね、24、25とかもさ、クリスマスライブあるし、あんまりプレイできないって考えると、あー大丈夫かね。まあでもやるしかない。ここまで1ヶ月やってきたんだもんね。夕飯食べるタイミング、一緒に食べればよかったのに。私の弁当と同じぐらいに急に始めたからでね、私が。ごめんね。
15分とかから15分や15秒とかからできればいいな。どうしたバグってんのかな、全然出さない。ん、私の画面があれしてんのか。あ、15秒も無理そうだな。ダメだ、15秒ダメだ。かわくん、うわ、アプローチにスタンドの時間です、1分ほど動きましょうって言われた。もう今日動いてきた、たくさん動いてきたから、アプローチもちょっと勘弁して、たくさん動いてきた。55秒からできたらいいな。次55秒マッチング。みんながあと1枚ずつだから終わるでしょう。終わんないかも。55秒無理かも。15秒でやります。15秒にします。ごめんね。15秒マッチングにします。どうだ、いない、いなかったけど、けどオシリンのロマンスがいて、なんかオシちゃんに会った気分サクッと終わらしたいな。こっちに2人いる？1人でもいいからこっち来てよ。よし、上がりだ。よし。自分の同じ推しとしか当たらないウォッチ最高じゃん。いいね。てかウォッチ高くね。でも全部ね、大富豪で進んでるかも。30分。嬉しい。なあ、もうウォッチ使って大貧民とかに迷惑落ちた暁にはマジで病むみたいなってなる。もう勘弁してくれよになるから、やっぱこうやって配信とかしながらゴールデンベッドタイムするのが一番いいね。次はもう予言しておこう。55秒にできますように。55秒にやります。
14連勝やったー。落ちませんように。だからみんなとやりたいの。55秒マッチングです。みんなおいで。234どう。まひこのハピネス、ありがとうございます。モタンパラダイスモタンパラダイス、しかも全部色ついてるよ。何色かはちょっと分からんけど、こんばんは。難しいな。なりすましモモタンパラダイスやな。マヒコパラダイスも増えたね。いっぱいみんなパラダイスってくれて、パラダイスってくれて。劇場公演から予約東京まで戻ってきました。 ありがとうございました。お疲れ様です。そっか、今ぐらいかやっぱ東京着くってなると。公演時間と同じぐらい移動しなきゃいけないね。今日はいいもの見れた、ね、これみんながパスしてくれる優しい世界じゃないですか。出たわ、優しい世界だ。いや、わかんない、大富豪、大貧民の人かはマジで本当にないだけかもしれないけど、優しい世界すぎる。ありがとうございます。大富豪です。あと1回できるといいな。できるよね。56分、あと1回できる。今日もみんな見てくれてありがとう。公演終わりだしバタバタしてたりしたけど申し訳ない。みんなのね、中には夕飯の時間をちょっとタイミング逃した人もいたりするだろうし、ごめんね。この後も夜頑張って使えるだけウォッチ使ってやります。じゃないと勝てないから、みんなも応援してくれると嬉しいです。あるしかない。お疲れのところあるよ。全然全然。うわ、革命した。すげえ。大貧民になっちゃった。マヒコのハピネス。次は30秒マッチング、45秒にしよっか。45秒マッチングにします。せっかくなんで最後だし。 S になりました。ランクがすげえ、なんかすごいレインボーあった。ハピネスもらった気分になったわ。じゃあ最後、全員、マキコの称号を持ってる人、マキコ一押しカードになってる人と会えることを願って、45秒マッチングでいきますね。みんな来て。誰もいない。どういうこと？どういうことなの？そういう時もあるよね。そういう時もある。人生うまくいかないことも多いからしょうがない。というわけでこの後も頑張りたいと思います。みんなも一緒に頑張ろうね。お願いします。明日も配信できたらするし、見てください。30秒ぐらいで配信終わっちゃう。公演やってちょっと疲れたけど、最初の方みんなと配信して
楽しかったので良かったです。こんなにあっという間に時間が過ぎると思いませんでした。この後も頑張りますので皆さんも応援してください。お休みしないでください。お休みなさんで、なさらないで。お休みなさらないで。じゃあね。